次世代を担うヤングレーサー中村桃花選手25歳。デビューからキュートなルックスと強気なレースで女子レースに新風を吹き込み注目を浴びていた。しかし彼女は納得してはいなかった。とにかく実力を、自力をつけたい。カメラの前で語った胸の奥底。今年3月のレディースオールスターにファン投票4位で選ばれた中村選手は見事優勝。この栄光の裏側にはある悔しさがあった。それは果たして、そして彼女が強くなった秘密を探るため、幼少時代から通っていた少林寺拳法の道場へ。今中村選手は本当の強さをつかむためもがき苦しんでいた。誰もが認める女子レーサーのトップへ、進化し続ける中村桃花選手の素顔に迫る。2014年、21歳の彼女には目指すレーサー像がありました。女子の中ではもちろんなんですけど、男子の中に入っても絶対に引けを取らないような豪快なレースをして、もう握って握っていきたいと思います。あれから4年半、すでに優勝6回、24歳で SG にも出場し、男子とも互角に渡り合えるレーサーになろうとしていました。その始まりはデビューわずか1年8ヶ月でやってきます。中村選手は5号艇です。対する相手は SG 覇者の市川選手、江口選手たちでした。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝仙台12レース、1号艇2号艇そして4番5番も出ていく。一周の1マーク、逃げる1号艇の市川、まくった4号艇まくり出し、5号艇中村桃花。2回目の優勝戦、中村選手は豪快なハンドルさばきでトップに立ちます。デビュー初優勝です。先頭5号艇中村桃花、デビュー初優勝のゴリ。22歳で男女混合戦での初優勝、その衝撃は新たなヒロインの誕生を予感させました。さらにデビュー3年目で A1 級に昇級します。その注目度で一気にスターレーサーの仲間入りを果たし、 SG ボートレースオールスターに初出場しました。まさにスター街道を突き進む勢い。常に見せていた強気の姿ですが、その心の中は不安でいっぱいでした。実力より先にこう名前が先行しちゃったみたいな。とにかく実力を、自力をつけたいな。若さと勢いに任せて強気で攻めていた中村選手に転機となる一戦が訪れます。地元丸亀で行われたオールレディース優勝戦で、中村選手は1号艇、3号艇には地元の大先輩山川選手がいました。圧倒的に有利な1号艇、しかしスタートしました。4コース角から好スタートは4号艇、渡辺由美、3コースからは3号艇、山川も出ていく。1号艇中村が内から応戦、展開つくか。2号艇、3号艇、5号艇、殺到する。一周1マークで山川選手にまくられて最後尾に。この時絶対に負けられない1号艇のプレッシャーが彼女を襲っていました。その時全然陰線自信なくて、スタートも全然わからない、あんまりわからないままとりあえず行ってたんですけど、不安もあって、もうそれがもう多分気持ちでも負けてたと思うんですけど、あの時実力が欲しいと痛感したレース。この一戦が後に大きな勝利につながります。ボートレーサー中村桃花選手の原点、それは少林寺拳法にありました。その実力は高校時代に香川県でトップに立ったほど。3歳から12年間通い続けた思い出の道場を訪ねました。
この時から男子相手でも勝ちたい一心で必死に汗を流していました。選手になれたのも距離にしてたからなんで。厳しい鍛錬の中で培われたのは精神力でした。お尻叩かれてずっとやってたんで、どうしてもやりたくない時とか折れない心は作れたんじゃないかなって感じです。中村選手の折れない心、幼少時代から彼女を知る先輩は、目離したらあら桃子がおらんがなんしたでな、こっそり練習したりな、こっそり練習したりちょっとやんちゃで何事に関しても負けず嫌いだな、はい、それが印象に残ってますね。今年の G2 レディースオールスターは予選を勝ち進み優勝戦1号艇に。3ヶ月前プレッシャーで敗れたあのオールレディースと同じ状況です。隣には山川選手がいます。第12レース優勝戦1秒前スタートしました。まずは内の船から気合のスタートを放って1番2番と加賀コンビがまずいいスタート。インから1番の中村桃花がトップスタートから先前、2番手の2番山川がついている、3番手が3番の藤崎ですが、ここは1番中村堂々の逃げでビッグレースで優勝を飾った。ホッとしました。本当丸亀のことがあったので、もうなんか強気に行こうと思って。真の強さを手に入れる大きな転機になりました。しかし彼女はまだ自分の実力に満足していません。ある課題を克服するため練習に励んでいました。9月に浜名湖で行われたプレミアム G1 ヤングダービー、同世代の男子レーサーを相手にベスト18まで勝ち進んだものの、実力の差を痛感します。ターンですかね、もう浜名湖のヤングダービーとか全然あのスピードの違いを感じたので、足りないのはそこかなと思ってるんですが。男子レーサーやSG で活躍する女子のトップレーサーたちと互角に戦うため、全速でターンする練習を繰り返します。まだしっくりは来てないんで、いろいろこう試してみたりとか。真の実力を求める挑戦に終わりはありません。レディースオールスターで優勝した後、5月から通い続けているトレーニングジム、ここでボートを安定させるための体幹を鍛えているのです。こう体をしっかり安定させれる部分と、その安定のさせ方として多分こうぐっと力が入ってしまう部分があるので、そういうところから来るこう不調っていうのを改善できたらいいなと思ってるんですけど、こけなくなったかなっていうのが一番あります。今まで足りなかったボートをしっかりと支えるための筋力を鍛えていきます。ゆっくり行きます。はぁ、そう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 、姿勢が崩れない。あ、やばい。オッケー、3度行きましょう。今の自分に満足しない、努力を重ねて真の強さを追い求める日々。目標はデビュー当時よりもさらに高くなっています。まあ、大きい舞台で活躍すること、年間の3つのレディースオールスターとクライマックスとレディースチャンピオン、1年間で総取りしたいですけど。新たな課題を乗り越えようとする中村桃花選手、今後のレースからも目が離せません。